皆さん、こんにちは。女優、タレントとして活動している平祐奈さんを知っていますか？映画「青空エール」や「未成年だけど子供じゃない」、テレビドラマ「かすかな彼女」、「まだ結婚できない男」など、若くして多くの作品に登場している平祐奈さんですが、彼女の現在の彼氏や歴代彼氏、結婚の噂やある女優との不仲説について解説しますので、気になる人はぜひチェックしてください。平祐奈さんは1998年11月12日生まれで、現在の年齢は24歳です。兵庫県神戸市の出身で、2011年、彼女が13歳の時から芸能活動をしています。平祐奈さんは6人兄弟の末っ子として生まれ、長兄は19歳上、次兄は17歳上、姉14歳上、三男の兄11歳上という兄弟構成で育ちます。予定より2ヶ月早く未熟児で生まれ、一時期保育器で過ごしたこともあるようです。平祐奈さんはすでに芸能人であった兄と姉の影響で芝居には興味を持ち始め、その矢先に小学6年生の時、本人が知らないうちに母親と祖母が応募していた映画「奇跡」のオーディションに合格したことで芸能界入りし、女優デビューを果たします。そして2011年12月、 NHKE テレの R の法則に R ズメンバータイちゃんとしてレギュラー出演を果たし、芸能人として活躍していきます。2012年4月には岡本夏美さん、吉川ひな子さんと共に、2012から2013年度はガール、オハガールチュッチュッチュとしてオハスタスーパーライブにレギュラー出演し、 CD6 枚をリリースしています。2015年4月にはカカシとラケットから秋とタマコの夏休みからで映画初出演を果たし、同年9月、 JK は雪女で連続ドラマにも初出演を果たすことになり、この頃から平祐奈さんの知名度は一気に高まっていきます。2016年12月には日本モニターが発表した2016タレント CM 起用者数ランキングでは、従者起用で女性部門4位にランクインします。2017年3月8日大学に合格したことが発表され、同月15日高校卒業も報告しています。同年4月フジテレビのもしもツアーズの週替わりレギュラーに起用されます。2021年3月國學院大学神道文化学部を卒業し、神職課程を専攻し資格を取得したことが発表されました。最近では2022年ミュージカル「奇跡の人」のヘレン・ケラー役で舞台初出演を果たし、同年12月9日同年6月17日公開されて出演した映画「恋は光」の演技で第44回横浜映画祭2022年日本映画個人賞最優秀新人賞を受賞したことで、彼女の知名度はさらに向上しました。そんな平祐奈さんは、さまざまな男性と噂になっていることでも知られています。まず1人目はジャニーズの田中樹さんです。平祐奈さんと田中樹さんとは2011年に R の法則で共演しています。この2人はかなり仲が良かったそうで、 SNS にもツーショット写真がアップされるほどでした。これだけ仲が良いため付き合っているという噂が浮上しましたが、どうやらただの噂話だったようです。次に噂になったのは俳優の板垣瑞希さんです。この2人は2015年に上映された映画ソロモンの偽証で共演しています。仲が良いため付き合っていると話題になりましたが、プライベートで目撃されていることはないため、ただの噂に過ぎなかったようです。また平祐奈さんはジャニーズの村上信五さんとも噂になったことがあります。しかしこの噂は平祐奈さんと村上信五さんとの話ではなく、平祐奈さんの姉である女優の平愛梨さんとの噂でした。平祐奈さんと村上信五さんとが付き合っていると誤解されたようです。そして平祐奈さんは俳優の溝端淳平さんとも噂になったことがあります。この2人は2016年に BS 時代劇の橘昇る青春手控えで共演しています。当時は年の差カップルとして話題になりましたが、実際にスクープされるようなことはなかったため、二人が付き合っているという事実はないと思われます。俳優の中川大志さんとも噂になったことがあります。噂になったのは2017年頃で、
映画「ビライフ」に共演したことで、そうした噂が流れました。実はこの2人は平祐奈さんが13歳頃からの知り合いだったようです。今までに何度も共演していますので、そうした噂が流れてしまったのかもしれませんが、プライベートでの目撃情報は一切ありませんので、交際していた事実はないと思われます。また平祐奈さんはジャニーズの中島健人さんとも付き合っているという噂が広がりました。2人は2017年に映画未成年だけど子供じゃないで共演していますが、平祐奈さんが SNS で中島健人さんとの交際を匂わせるような発言により噂になったのです。ただ実際にスクープされたわけではないため、この匂わせ発言はただの宣伝だったと言われています。平祐奈さんは俳優の岡田健史さんとも噂になりました。2017年頃のことですが、2人のインスタグラムの投稿で岡田健史さんと付き合っていることを匂わせるような投稿をしたのです。ほとんど同じ画像を投稿するなどの匂わせがありましたが、このインスタグラムのアカウントが本人のものかどうかがはっきり分かっていませんので、ただの噂話である可能性が高いです。また平祐奈さんは俳優の横浜流星さんとも噂になりました。この2人は映画ハニーで共演しています。映画で共演したことで付き合っているという噂が流れましたが、これは単なる噂だったと思われます。元ジャニーズの平野翔さんとも噂になっています。この2人も映画ハニーで共演していますが、数々の匂わせにより付き合っているという噂が流れてしまったのです。 SNS の投稿で着ていた服が同じだった、同じアングルで写真を撮っている、同じ指輪をしている、またオープンカーでデートをしているとの噂も流れました。しかしこの噂について平祐奈さんは付き合っていることを完全に否定しています。そんな平祐奈さんは2023年、どのような男性と噂になっているのでしょうか。残念ながら現在は男性との噂は一切ありません。そもそも過去に噂になっていた男性と実際に付き合っているという確証はありませんので、本当に付き合っていた男性ははっきり分かっていません。過去には先ほど紹介した平野翔さんとの結婚の噂もありました。平野翔さんは20代で結婚したい、子供が欲しいなどの発言をしており、その相手が平祐奈さんではないかと言われていたのです。ただ2人が結婚をするという決定的な話はありません。そもそも平祐奈さんと平野翔さんとが付き合っているという話も噂レベルのため、平祐奈さんの結婚はまだまだ先だと思われます。女優として順風満帆な平祐奈さんですが、どうやら橋本環奈さんと不仲という噂も広がっています。これは2020年5月に更新された日刊現代デジタルの記事がきっかけになったようです。そこには平祐奈さんと橋本環奈さんとは共演が NG の関係であることも分かったと記載があったのです。その理由については触れられていませんが、2人は確かに共演することはほとんどありません。ただ実は平祐奈さんと橋本環奈さんとは2011年に公開された映画奇跡が2人の初デビューだったのです。その後2人は順調に売れていったため、共演することはなかった、共演する必要はなかったのかもしれません。いずれにしても平祐奈さんに様々な噂が広がるのはそれだけ注目されているからでしょう。今後の平祐奈さんの動向に目が離せません。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。